はい、皆さん始まりました、突撃リーチエンジェル、イエイ、はい、ザポロリ編ということで、はい、ザポロリさん、さあ今日も来ていただきました。はい、まああのね、はい、この番組、そうですね、はい、うわ、エンジェルとポロリがね、スロットで戦いまして、はい、まあなんかちょっとセクハラとかしながらね、セクハラで言えないですけど、はい、あの頑張っていこうっていう、そんな感じで、はい、はい、2回目、そう、ご一緒させていただくの2回目なんですよ。2回目じゃまだそんな激しくいけないっすよクオンさんとかみたいにいけないっすね。ちょっとクオンさんの回見たんですけど、うん、ちょっといろいろね、あれだからね、あれやばいとこカットしてあれだからねでもカットしてないと本当にピーピーピーばっかですか。いや、ピーどころじゃないよね、BPO からすごいことになる、もう、うん、大変なことになる、ちょっとやばいですね、ちょっと教育上良くない、うん、そうですね、はい、いやでもすごい性教育としては性教育かなりいいラインいくと思うんだけど、え、ポロリさん的に、私も何度かお会いはしてると思うんですけど、うん、どういう人間に見えてます？難しい質問すんなよ、ね、まだね、ちょっとね、ちょっと2回目ということなんで、ちょっと動画ね、一緒に出させていただくのがまだね、未知なる私がいるみたいなんですけど、いるっぽいですね、はい、私結構、どうなんだろう、認めたくないんですけど、天然とは言われます。天然なんですか、なるほど、じゃあ天然さを、いや出ないな、多分な、出ないじゃん、出せよせっかくだから、いや、天然って、なんか自分で認識してないから天然なんじゃないですか。あ、もう認識した時点で養殖か。養殖ですよ。養殖ですか。養殖マグロです。マジですか。はい、ちょっとほら、カメラマンさんすぐエロに繋げない。はい。もうで違います。カメラマンの今の趣旨を早く終わらせる。早く終わらせるってことですね。そう、すごい前長かった。はい、ということでじゃあね、はい、ゴッドデック。ゴッドイーターですね。はい。はい、ということでね、ゴッドイーターの人解放上乗せゲーム数対決。まあ。神崎さんの天然さが勝つか、はい、ポロリのちょいエロが勝つかというところに注目してもらいながら、はい、頑張っていきたいと思います。それでは実践の行ってみましょう。はい、それでは実践スタート。スタート。突撃リーチエンジェルとは、この番組は勝利の女神リーチエンジェルが来店し、パチンコホールやお客様のご意見やご要望をもとに制作される完全オーダーメイドのパチンコパチスロ番組です。エンジェルの力量に応じて番組内容は多種多様、リーチエンジェルの成長にも注目ですよ。今回はどんな内容となるのか、こうご期待。じゃあ早速、今日はね、こちらのゴッドイーター対決、さあ人気を解放して上乗せしたゲーム数ですねが多い方が勝ちとなります。じゃあポロリさん、よろしくお願いします。はい、人解放のためには AT まず当てないといけないんで頑張りましょう。そうですね、とりあえず、はい、行きましょう。ダブル来たー、まあ、こっちも間もなく当たりますよ。 OK、 間もなく当たりますよって天井なんですか、それ当たるんだけどさ、今
66ゲーム目に入ってるか。あ、それはね、もちろん大当たりになられますけど。いやー、まあ一応ね、ATレベルがね、優遇がありますけれど、痛いですよね、2万6000円初期投資。まあ普通のラインでした、はい。さあ、ここから。まあ、ただの今日チェリーなんで。カメラがこっちにいる。大丈夫です大丈夫。おお、やばい。おお、おお、ね。いや、今ポロリが勝手にカメラを動かしましたけどね。はい、カメラマンがいなかったんで神チェに変換されました。上地変換が起こったので、でもうAT 確定です。でストックもついてきます。で次回天国までっていうことで、非常に嬉しい役を引きました。ということで、さあ実戦の方が終了いたしました。お疲れ様でした。いや、辛かった。大変でした。はい、はい、じゃあちょっと、はい、結果が、はい、結果がですね、投資が1316枚で、回収が479枚でした。なので、マイナス837枚ということでね。はい、はい、私の方がですね、1786枚かな、はい、マイナスですね、戻りなしということで。まあ内容的に厳しかった負け負けなんですけど、はい、残念なことは1回も人気に入らないっていうまさかの展開になりましたね。本当ですよ、もう2人とも人気なし、よってドローというこのグダグダな展開が何とも言えず、はい、疲労感を増させてるわけですけど、もうね、なんかエンディング見た瞬間、あーって、もう見ていただいてる方はね、きっと聞けてないからね、途中ね、記憶なしだよね、みたいな。ちょっとね、AT 当選はね、したんですけども、そりゃするよ、さすがに、そりゃするよ、だって777が先頭なんだから、それはするんだけど、いや、じー人気ね。あれ人気ってやっぱそんなに結構確率低いんですか？いや、あれ引かなきゃ勝てないっすよ、そもそも。あ引いて当たり前なんですけど、いや引けなかったっすね、もうなんか、まあ、結果がね、2人ともだから負けたんだけどねっていう感じだけど、そうですね、そうだよね、まあ、ちょっとね、今日朝からポルイさん若干元気なかったんですけど、よりテンションが下がってしまった。ね、ちょっとね、朝雨だったりしたんですけど、俺ほんとすげえなと思うんだけど、エブリさん、この間あれだよ、3000枚以上へこんでんのに、はい、あのテンションでかき氷食ってエンディングしてるのすげえ、あの人どっちかなと思うけど、貴族みたいな生活してて金が何でもないのか、はい、あの頭がちょっとネジが何本か飛んでおかしくなっちゃってるのか、どっちかだと思うんだよね。いや、まともじゃないと思うの、人間として。そうですね、やっぱね、やっぱ3000枚当たり出るのかな、あのテンションでね、うん、やりきるのほんとすごいと思う。本当ですよ、もうちょっと見習わなきゃなと思う反面、見習いないな俺多分な何年経ってもできないような気がするけど、いやちょっとエブリーさん少しね、またライダーさんとちょっと業種が違うんで特殊な感じもあると思うんですけども、
ね、ハイパーおふざけクリエイターってね言っていただくだけあるなっていう、いつもポジティブっていうね、毎日エブリデイ元気みたいなね、そんな感じですから ね、 ね、はい、さあどうしましょう、ちょっとねドローということだったんですけど、ドローの時ね、前確か罰ゲームはなかったので、はい、罰ゲームはなくていいと思うんですけど、あー、なるほど、あのこのグダグダ感を何かこう払拭して終わりたい気持ちはありますよねそうですね、モノマネですか、モノマネしますか、ちょっとあなたがよ、私が俺ではない、俺はモノマネとかないから、え、そうなんですか、俺気持ち知らないんで全然ということで、何のマネいきます、私最近モノマネやってないなって今思ったんですよ、ね、最近って何、昔やってたんだったら十分できるよ俺昔もやったことねえわ、はい、モノマネ、本当ですか、そうですね、何ができるんだろう、本当に、じゃあなんかもう指定した方がやりやすい、あ、もうもはや多分何やっても似てないんで、多分言ってもらった方が面白いかな、面白いっていうか、二日酔いで、はい、朝ラーメンが食べたいなって思ってるキリンのモノマネをしてください、ちょっと待ってくださいあれ動物さっきなしていましたよね、いやいや、だって何でもいけるみたいな感じだったから、いや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 、指定した方がいいんじゃないの、人間にしましょう、人間に、人間のがいいんだ、なんかキリン、どうして動きしかできない、なんか声できんの動き、いや俺そんな動きできないけどで、二日酔いで朝起きたラーメンが食べたくなってキリンの動きしてよ、はい、じゃあいいですか、じゃあちょっと頑張ってみます、いいすか、ちょっと待って、ま、ちょっと待って、これすげえやけどする可能性あるんで、いいですかいいですかちょっとまずね、はい、はい、いきます、神崎直の、二日酔いで朝起きたらラーメンが食べたくなったキリンのモノマネ、3219、はい、ということで、はい、ということで、突撃リーチェンジル今後も頑張っていきたいと思います、はい、頑張ります、まあ、今回残念な結果だったんですけど、ね、ちょっと誰か触れてくださいよ、次回はガツンと勝てるようにね、はい、でやっていきましょう、それではさようなら、さようなら、そうするかよチョコ大いきますか、はい、タトゥルーバッカルコーンありがとうございました、マミタス、タトゥルーここまでグダグダだよ